こんにちは、高岸です。はい、今日はちょっと初めての場所に来てみました。そうですね、なんかそのゴールデンブレイブスさんに急にちょっとお呼び出しをいただきまして、お話があると。そうなんですよ。はい。でちょっと今日はお偉い方々がなんか待ってるところのことなので、はい、ちょっと行ってみましょう。なるほど。なんでね、はい、お呼び出しされたら分かってない。そうですよね。では失礼します。社員さんたちこちらでお話ししてなります。はい、研修室。研修室、どうぞ。いいですか、どうぞ。失礼します。大丈夫。失礼します。あ、こんにちは。失礼します。あ、ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。失礼します。とりあえずお呼びいただいたんで、小山市まで来てはみたんですけども、どうされたんですかね。はい。はい。なんか悩み事があるんですか。すみません、本当に今日は。はい。ありがとうございます。いえ、ありがとうございます。で実は今日のお話が、はい、栃木県民球団、栃木ゴールデンブレーブスという、はい、独立リーグのチームがあるのは多分ご存知。はい、もちろんです。はい、存じております。はい、今年で6年目になりまして。ああ、おめでとうございます。6周年。はい、まあ、この地域で、子どもたちのために、まあ、地域活動もしながらやってる球団なんですけど、まあ、もう一つは NPB にまあ人材をどんどん上げていくっていうこともやりながらなんですけど、3年前には BC リーグのチャンピオンにはなってるんですけど、もう3年遠ざかってるっていうのもあって、ちょっとそこの補強も含めて今回ですね、来ていただいたと。選手ピッチャーとして我々栃木ゴールデンブレーブスの戦力としてちょっとオファーの方をさせてもらいたいな。戦力としてオファーの方をさせてもらいたいな。あ、僕が選手としてでっていうことですか。そうです。はい。まあいろいろ我々の球団の中でも戦略的なものをちょっと考えたんですけど、はい、やはりまあ地域に元気を与えるとかですね。はい。まあありますけども、うん、やはり戦力として。うん、ある程度計算が立つ方、そして我々の望みを叶えていただける方はどなたかなっていうのを、はい、いろいろ作戦を練りまして、はい、で、結論に至ったのがですね、はい、ぜひとも高岸さんにうちのトライアウトを受けていただけないかというお願いをトライアウトから、はい、お願いしたいと思うんですが。なるほど。いやでも僕自身も選手からは勇気をいただいたっていう、はい、逆の立場で考えてもそういう経験があるんで、僕はこれは立派な応援業だと思うんで、ぜひオファー受けさせていただきたいと思います。ありがとうございます。まずトライアウトからよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。小山球場に到着いたしました。来ましたね。はい。びっくりオファーから。そうですね。とうとう、はい、トライアウト当日ということで、小山市までまたはるばるやってきました。ちょっとね、今日天気は曇り空ですけど。いやいや、雲の上では今日も手を抜かずに太陽は輝いてますから、このパワーをもらって僕も全力で挑んでいきたいと思います。失礼します。おはようございます。今日はトライアウトを受けさせていただくということで来たんですけども、はい、あ、もう僕高岸で大丈夫ですか。もうちょっとそれは力戦力取られた。はい、なるほど。今日次第でってことですね。もちろん。はい、シビアに行きたいともちろんです。本当楽しみにしてますし、はい、まあなぜこっちもね、本当に期待してると思うんで、はい、チームにもういろんな期待してる選手がいると思うんで、はい、はい、ぜひ今日はいい姿を見せてほしいなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。やればできる。まもなくテスト始まります、ね。はい。いよいよですね。もう魂はもう全力で込めて鼓舞できる投球を皆さんにお見せできたらなと思います。全力投球でいきます。戦力としてオファーの方をさせてもらいたいんで、今日はいい姿を見せてほしいなと思います。はい、全力投球でいきます。祈るばかりですね。はい、はい、出してみました。出してください。今お願いします。どうでした。やっぱまだ投げ込みでこの安定性、手首が安定してないっていうのは投げてて思いましたね。ボールが捕まってこないっていう。はい。ちょっと自分的には苦労したというか、まあそれが今の実力だっていう。そう、でもバックの声がなかったら多分全部ファウボールで終わってたと思います。なるほど。はい。でもそこを皆さんの応援でなんとか投げ切れましたね。あとはもう首脳陣の方の判断なんで、もう自分がやれることは出し切ったんで、もう悔いなく 100% 皆さんのおかげで出し切れました。すごく動くボールで、僕の右バッターからすると僕に向かってくるような回転がかかったボールで、どっちかと日本人っぽくないボールの性質でした。最後フォークで三振したんですけど、まあ、結構緩急あって、身長も188とか、はい、もうそれなりのこう見下ろす感じがあった。おおってなりました。やっぱり改めてそのキャッチャー目線でボール受けてみて、速いなと、芸人さんが投げる球じゃないっていうのは本当に思ってて、でまあ最初の方はちょっと緊張だったり、多分力みもあったと思うんですけど、やっぱりそこから修正して。自分で修正してボールがゾーンに集まってきてバッターと勝負できてるなっていう印象でした。失礼します。今日はテストお疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ早速なんですけど、はい、まあ結果ということで、はい、合格ということで、はい、ありがとうございます。ぜひやっぱ本気ということで、僕らも選手たちも。本気やっぱ NPB を目指してみんなやってますんで、やっぱやるからには常に本気もちろんですということで、こちらも本気になって一緒になって優勝を目指していきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。三振を取ったフォークボール、あれでもフォークでだってあんだけ練習してないからフォークでも空振り取れるってことはすごく魅力だな。だからもう伸びしろしかないかなと思います。はい。やっぱそのまあ年齢を考えればやっぱいってるので、でまあその中での挑戦っていうことを考えたら、やっぱりこのそういう姿だったり、そういうところでやっぱ世の中の人にこうやっぱやればできるっていう、はい、いつものこの名言でもそうだと思うんですけど、やっぱそういう姿をこう見せてほしいなっていう、その期待に応えられるように、はい、僕も全力で、もっと上げてってですね、チームに貢献できるようにベストを尽くしたいと思います。はい、今後ともよろしくお願いします。お願いします。お願いします。プライベートの関係性じゃないです。ちょっと厳しくなるかもしれない。そうですよ。もちろんです。本当にだツッコミじゃなくなるんですよね。はい、もう野球選手みたいな顔してとかって。あ、もうそれ野球選手ですからね。ごめんなさい。これがね、もうこれが公式ホームページに載りますね、栃木の。宣材写真、これになるんですか。栃木、あ、でも、グレープのにもちょっと載せようかなと思って。勘弁してほしいわ。戦力として、オファーの方させてもらいたい。ええー。合格ということで。はい。ありがとうございます。